僕らの別荘あんまないな。いやでかいからでしょ。でかいでかいだから。なんでそういうさ、ルッキズムをさやめなよお前。そうやってさ体のさ、ね、体生まれながらのさ、ね、ものをさ、ね、そうやってさ2人並ぶとすごいな、うん、でかいよルッキズムが。キズマたちがね。俺一回行って何が、ね、そっち。あんまなんもないよ。あんまなんもないよ。何やってみるか。やってみようか。今二人こんな感じやってる。そうだろ。覚えてね。テス、覚えた？覚えた覚えた。ほら。いいって。でも全然違う。違った。絵の圧が全然違う。本当本当。あっちから見てたら分かんないと思うけど、この正面から見たら。なるほどね。画角パンパンに出てる。ハズキがね、実はいっちゃんでかいのよ。マジででかいからね。一番背も高いし。ケツバットの時もさ、びっくりしたもん、びっくりした、動画で。本当に。すごいでしょ。うん。マジでスロースだから。でけえよ、ハズキ。でも今度こっち来て。今日も掘ってきた。まだ完成してない。まだ完成してない。ごめん。何掘ってるかも知らないんだよ。そう、知らずに掘ってきた。今日も。やった、今度横だ、嬉しい。席替えした気分。ね。嬉しいです。こっちの景色あんまないな。どうしたの？あ、これあの今日あのトンネル掘ってたら落ちてて、地下鉄あのクレープ、え、嬉しい。うわ、え、俺クレープ好きなんだ。クレープ好き？俺クレープ好き。いや、俺も好きなのよ。ディッパーダンとか。ディッパーダンね。ディッパーダンで、ちょっとなんか有名なのかな。俺それ知らなくて、割と前からちょいちょい食ってたんだけど、なんかさ、駅にさ、あのさ、四角いさ、あるね、あるね、あるじゃん、あるか。あっちがさ、なんかどんどん流行ってるからさ、久々にこう世紀の形の見たわ。世紀、え、あれあれ、お前さやばいってさ。マラクレープなのすマラクレープの話するじゃん。マラクレープ、お前良くないって思うんじゃん。童貞すぎる。なんだよ正規っての、正式なの。正式、正しい。お前さ、お前さ、クリームがさ、そういうふうに見えるすぎるな。お前さ、やめてよ、そんな。エロいな。エロい。あんたらだから。エロい。乾いちゃう。あれ、ちょっとわかるな。エロいの見ると喉乾くの。知らねえ。え、何、俺なんだろう。これなんか、あの、俺がたまにこうチャリで走ってると、なんでお前意味なくチャリで走ってる。サイクリングとか、サイクリングウォーキングとかするから、その時によく目の前通ってたのよ。で、300円のクレープ屋さんがあって、それを今日ちょっと買ってきたの。え、これ何、味の種類とか。あ、チョコバナナが一番、まあなんか人気らしくて、まあね、だ一応まあ俺も割とチョコバナナ買うから、チョコバナナ2つと、でなんかまあこれはまた別になんかチョコクリームっていうのがあったからそれ買ったんだけど、あのバナナ抜きだったわこれ。ああ、そういうことね。そうそう、だクリームが多いんだと思う、うん、はいはいはい、はい、こっちはこっちキャラメル、キャラメルね。そうそうそう、ごめん、絶対チョコバナナがいい。いや別にその、あの、分けして食べようかなと思ったから。あ、4種類。そんな、そのなんか争うような、うん、その皆の仲違いを助走されるような、じゃんけんなのか、なんか決めるみたいな感じか。あ、じゃんけんっていう争いね。争いとかじゃんけん決闘罪あるけど決闘罪、まず外観誘致だよ。違うだろ、国の天国を企む外観誘致だろこれ。一番の罪と言われてるやつ、即死刑だ。でも、え、俺はでも正直あの全クリームがいいかも。あ、いいよ全然。あの、本当にでも好きなのにしたら。だからその一口ちょうだいとかはあるにせよ、うん、なんか一応基本、うん、メインウェポンは、そうそうそう、メインウェポンは決めておいて。そうだよね、俺 AK 大 AK AK これ AK、 それメインウェポン、メインウェポン、メインウェポン、ウェポンすぎる。ちょっとウェポンすぎる。あ、本当になんか数日かね、それって書いて47度だね、つくけどね。いいよ、なんでも。え、いいの、チョコバナナのいいの。え、テッセイとかは。テッセイは俺マジ何でもいい。え、今度は俺も何でもいい。マジで正直かっこつけんなよ。いや、かっこつけんなよ。俺がいつも食えんだよ。
チャリがあるから街にいるさ、何もしてない人って来んの？ただチャリで走ってる。街にはいるけど、街にはいるけど何もしてないあの人って来んののことなの？あれほぼ俺だね。チャリですれ違う人ね。俺の最終形はあのポケモン GO をめっちゃいろんなスマホでやるとか台湾とかにいる全部ポケモン GO のスマホをやってる。クジャクみたいなあれ今度かよ。俺の最終形。なるほどね。そうそうそう、大人だな。じゃあ俺全部クリームのやつ、うん、まあ、結構重いやつか、まあ、クリーム系か。食いたくないっすか、もしかして。もしかしてあんまり食いたくないじゃん。いや、じゃあ俺キャラメル。あ、ほんと？全然。え、クレープ嬉しいよ。クレープめっちゃ好きなんだ。これ300円ってびっくりする。マジで？クレープなんてもう久々に食べるから嬉しい。何それ、嘘だ。え、逆に嘘。嘘でもどっちでもいいんだけど。そう、で、紙がこれね、ほんとクレープ専用の紙で、マスタードって書いてあるじゃん。もうクル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 取れてくるの。ほんとだ、クレープ専用の紙だ。すごい、これすごいのよ。クレープ専用の紙ではない。そうだ、みんなこれで、ね、とかでも使える。これでテンション上がってくれるんだったら、この袋もっとテンション上がる。なんでなんでなんで、これクレープ専用の袋。クレープ専用の袋。ほんとだ、ほんとだ、すげえ。ここが繋がってて1個立てれるの。それ初めて見たわ。で2個入るの。クレセンじゃん。クレセン、これクレヨンセンじゃん。クレヨンセンじゃん。クレヨンセンじゃんだ。クレヨンセンちゃんってなんだ。え、マジ食べていい？食いな食いな。ありがとう、うん、いただきます。わ、すごいこれ。すごい、いただくね。結構画期的だなと思ってさ。あ、こういうことか。スタートって書いてあるじゃん。ほんとだ、うわー。そうそうそう、くるくるくるって。やべえ、道からそれしまった。飛行しちゃった。お前見てた。一段抜かして俺もちぎれちゃった。二段でちぎれた。飛び級しちゃってるじゃん。これ何がすごいって、やっぱあの、セブンティーアイスと同じ気持ち味わえる。あるけど、ね、うわ、うわ、久々。すごい美味しそう。召し上がってみて。いただきます。いただきます。うまっ、めっちゃうまくない？爆裂うまいじゃん。バナナの量えぐくない？これすごい、びっくりした。あの、ま、最初クリームのあれだなと思って食べたら、しゅわ、なんこんな量のクリーム頭悪くない人だ。昔の人。え、てかさ、生地おいしそうな。生地おいしい、うん、うまいな。その場で焼いてくれる。忙しい時間だとたまになんかもう、作って置いてあったりするんだけど、基本その場で焼いてくれる。俺マットレスこれにしようかな。うん、やめた方がいいよ。冬場いいと思うけど。やばい、食べ終わっちゃうから。ちょっと俺食いかけだけど。いい？いらない、バナナの部分。バナナ食べていい？うん。ちょっとうまいでしょ。うん、一緒だよ。お前のバナナは俺はもう、俺はもういらん。こっちはね、食べて、これちょっと食べたらいいと思う。うん、全クリームだから。すごいね。うん、全クリーム。いや、俺の減ってないからさ。いや、いいよ。キャラメル。え、じゃあ具材はないというか。うん、クリームだけ。あ、キャラメル。クリームだけのクレバンって俺初めてだわ。ほんと？キャラメルだ。割とあるよね、でもね。クリームだけのやつ。あるある、俺結構。意外、あの、見逃してるだけである。意外と。うん、あのさ、渋谷のさ、ディパダン、ディパダン？ディパダン？ディパダン？ディパダンじゃない。あの、パン屋さんに併設してるクレープ屋さん知らない？どこ渋谷の？あそこなんて言えばいいんだろう、あの、あ、マルキューだよ、あれ。マルキューじゃない。渋谷駅じゃない？渋谷駅じゃない。だったらわかる。あ、もうそこ新鮮だよ。新鮮だ。あ、でもほぼ新鮮だ。新鮮の方かも。に行く、あの、ドンキと H&M のさ、裏のさ、うん、パン屋さんのわかんない、あの、赤い看板のパン屋さん。あ、だからあの、近くにファイマルとかでしょ。そうそうそう。高級の向かい。バイロンだよ、普通に。あ、そう。バイロン、ビロン。ビロンみたいなとこの、とこに併設してるクレープ。え、そうなの？クレープ屋さんがあって。え、いただきマーラータンもあるところでしょ。いただきマーラータン、そう、間。その間。あ、そこの横のラーメン屋さん食べに行ったら、あの、うん、別荘の皆さんにも、あの、来てくださいって言われて、なんかサービス券4枚もらったけど、まだ渡してないし。俺欲しいって言ったよね。え、言ったら、ね、まだ渡してない。あの、うん、正面にさ、悪いディスプレイがあるとこでしょ。あ、分かる分かる。みんな行ってください。みんな行ってください。みんな行ってください。別荘見てきました。美味しかった。そう、あそこの、うん、その、クレープ屋さんで塩キャラメルクレープみたいな、なんかバタークレープかなんかあって、うん、
それがね、ちょっと高いんだけど、うん、800円ぐらいするんだけど、うまいのよ。それちょっと食ってほしい。あのクレープ その生地にキャラメル塗ってあるだけ、うん、その日常的にクレープと共に生きてるんですよ。え、クレープと共に生きてないの？え、クレープなんてもう食べない。嘘でしょ。嬉しい。どっちそれ、その高いね。いや、なんかいな子供の時にいたものというか、そばにカステラとかに近い感覚カステラとかさ、めっちゃ食ってたじゃん。めっちゃ食ってたじゃん。まあ、まあ食わんからもうみたいな。へぇ、まあ、子供の時あんま食えなかったもの、大人になってめっちゃ食べちゃわない？ケンタッキーとか。わかる、うん、ケンタッキー超わかる。ケンタッキーはもう嬉しい。なんか、うん、1日で食えないけどこの8ピースのバーレル買おうってなっちゃう、うん、いつも。わかる。で、次の日食うんだよ。そう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 。って思ったらさ、その日に食っちゃったりするんだよ。なバカだよ。オーブンでやってる？ケンタッキーちゃん。へぇ、ないもん、うち。チンチン。ないのか、そっか。うん。チンチン。なんかさ。で、チンって言うじゃん、電子レンジのこと。2回言うか。いや、チンチンって、チンチンって言うでしょ。でも1回、1回しかならないじゃん。うん。ね、チンよ、チンよっていうのの略よ。え、あの、皇帝みたいなこと？違う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 。チンは、一人称はチンだけどさ、皇帝。肉好きみたいな。ラストエンペラー石？なんで俺ラストにするの？愛心かくら石？愛心かくら石ですか？おいちいのでした。おいちんじゃん、おいちんじゃないおいちいの。いや、ちんじゃん、ちんじゃん。ラストエンペラーじゃん。どこだありがとう、思想であった。あれ、あ、メルエムじゃん。え、あのさ、街にいるさ、何もしてない人って来んの？